皆さんこんこにちは、えー、ただいま紹介いただきました教育担当理事副学長の北野でございます。あの毎年この新任教員教育セミナーあのこの時期にあのやらせていただいております。 この場所でやるのはちょっと珍しくていつもあの2階でやってるんでちょっとこう広すぎる感じはありますけれども <laughs> あの立派なところでやれていいかなというふうに思いますでこのセミナーですけれども主催はあの京都大学の FD 研究検討委員会と高等教育研究開発推進センターまあそれが主催をしているということですああのまあ実質的にはこのセンターでいろいろ回していただいております、えー 大学全体のの教育改革の要になるようなまた、飛び道具としてのコンピューター ICT 利用ということもこのセンターで頑張っていただいておりますのでぜひ先ほどご紹介ありましたように何か教育上のいろいろ相談があればこのセンターにしていただくということになっておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 それであのー まあ、なかなか取り組み拠点を最近のあの教育の状況をご説明するまあいろんな項目があるのであの短時間では難しいんですけれどもまあこういったことがあるということをまずお知らせをしておきたいと思いますまずあの入試改革をやっておりましてあの3年前から教材が特色入試ということに取り組んでいますそれからあのさらにあの高校生に向けてのまルーション入試とのセットですけれどもまあ、高大連携 活動をあの様々行っておりますそれからあの教育共通教育ですけれども、えー、平成25年からあの国際高等教育院員という新たなあのシステムが稼働しておりまして、えー、ここであの教育関係のさまざまなあの改革が急ピッチで進んでいるところでございます。 特にまあ英語教育に関しましては IARC という組織も作りまして、まあ、そ,こそこを中心に。 あのえー、学部生の英語教育といったようなことにあの力を入れてございますそれからあの大学院教育ですけれども、えーまあ、リーディング大学院これ大学の,あの,補助あの文科省の,あの補助金を受けてやっているものですそれからあの来年度からあの公募が始まる卓越大学院と、まあ、そういったあの新たな大学院の取り組みということも やっておりますそれからあの博士課程の学生のまあ,あのキャリアパスといったようなことをまあ、考慮しましてあの研究型インターシップというものの、まあ、普及促進 とといっったようなことをやっておりますそれからあの研究科横断型プログラムこれは、まあ、あの大学院レベルでの、まあ、教養共通教育あるいはスキル型の、えー、カリキュラム、まあ、そういったものを、まあ、全学で共通的にやろうということであの研究科横断型プログラムのさまざ、あ、まな取り組みを進めているところです。 それから国際化ですけれどもこれも文科省の助言を受けてやっている、まあ、スーパーグローバル大学院、えー、ジョイントデグリーダブルデグリーといった、まあ、海外の大学との、えー、共同指導の体制を、えー、いくつかの分野で、えー、取り組んでいるということになりますそれから教体アップこれ吉田カレッジという名前で愛称で呼んでおりますけれどもあの学部の、えー、留学生のプログラム、まあ、特にあの日本 と日,時に日本語ができなくても大丈夫と、まあ、そういう新しいタイプの学部プログラムに取り組んでいます。それから少しこれ大学全体の話ですけれどもあの京都大学は指定国立大学法人、まあ、この制度に応募しまして。 えーまあ、全国で3校選ばれたわけです、えー、東北大学それから東京大学京都大学この3つがあの指定国立大学法人というあの制度の,あの傘の下に入りました。えーまあ、その、えー、応募にあたりまして 京都大学の将来構想プランというものをあの出したわけですで、えーまあ、研究教育社会貢献と、まあ、そういった中にあってやはりあの教育関係の,あの事項がたくさんあります吉田カレッジそれから先ほど言いました卓越大学院の博士課程の人材育成ですねそれから GST というのは TA の,、まああの教育という体制を作ろうと GST センターグラデーション・スチューデント・レーニングセンターこういったものを作るそれから留学生のリクルーティングオフィスを、まあ、あの作っていくと、まあ、そういったさまざまなことを、まあ、お約束を、まあ、世間に対してしたと。 いうことになりますそれからあとあの注目されることとしては兄弟版プロボストとまあ、企画調整会議これがあの、えー、とガバナンス大学全体のマネージメントをどういう考え方でやっているかというあの要の部分ですけれども、えーまあ、従来のその 京、えっと、大はどちらかというとボトムアップが非常に得意な組織ですけれどもやはりトップダウンというところとうまく整合性を持たして大学全体としてのパフォーマンスを上げていくという必要がありますのでプロボスト全体を取りまとめるための副学長制度そういったものの導入というようなことも約束をしています。ここういったととで京都大学指定指定国際大学法人として 教育に今後さらに力を入れていく必要があると、まあ、そういう状況にあるということでございます。えっとそれで、あの大学教育、まあ、特にこう入試関係あるいはまキャリアの出口のことですけれども、やはり大学 教育というのはシステムとして考える必要がありまして、えー、入り口出口が、まあ、若者がそこをま川の流れのように流れていくわけですから、あのー、入り口をどうするか出口をどうするかというようなことをうまく設計していく必要があります。もちろん講義の内容ですとかあるいはそのプログラム教育プログラム、まあ、そういったことの整備も大事ですが。 やはりこの入り口出口をしっかり確保しないとあの中身が良くてもあの水が流れてこなければ意味がないということですのでこういった流れの中で、えー、高大連携活動あるいは入試特色入試それからまあキャリア教育先ほど言いましたインターンシップ等もあの考えていくという必要がございます。 まあの大学の置かれた環境です、もうこれもあのすでにあのいろんなところで言われていることです、やはり社会全体が非常に不安定、あるいはダイナミックになっているということですので、まあ、教育の在り方、人材育成の在り方というのもそれに合わせていく必要が。 出ています、まあ、そういった中でまあ大学どうやって改革していくかということはまあ社会からあの大きく注目,され注目されているわけですただ残念ながらまああの期待はあるもののじゃあお金をどうぞってたくさんくれる状況ではありませんで今あるもので何とかしろあるいはまあちょっと削っていくぜって、まあ、そういうやや矛盾したあの政策が問われています。 先日もあのタイムズハイアエディケーションの順ランキングが発表されましたけどやはりあの外の人から見ても日本の大学全然投資してないだからラン,クランキング落ちるのは当たり前だという、まあ、あの適切な指摘をしていただいているということです。とそれからあのこれもよく言われていることですけども、まあ、18歳人口があの今後、えー まあ、へさらに減っていく、えーまあ、そういうフェーズにあるということです、えーまあ、私などの年代はあの1980年代の後半から90年代にかけてあの一旦たん急激に減るフェーズがあったんですけど、まあ、ここで毎年入ってくる学生のレベルがなんかどんどん下がっていって、えー、試験を優しくしないといけない授業も簡単にしないといけない、えー、しかもこの 勾配を予測して来年はこのぐらい優しくしようということが、まあ、できるぐらいあの本当にひどいこうあの時代がありました、まあそれに匹敵するぐらいの,、まあ、あのまた加工が予測されておりますので、えー、先ほど言いましたように教育のやり方それからどこからどういうふうに人を呼び込んでくるか、まあ、そういったことがあの大学の大きい課題になってくるというふうに思われます。 それで、えっと、特色入試ですけれどもあの、まあ、入試全体の話あのいろいろこれも議論しだすときり、えー、がないんですけれども、まあ、入試というのはなかなかあの簡単にここをこうすればうまくいくっていうものではなくていろいろ制度を変えてもそれに対してあのいろいろあの受験生あるいは受験産業が。 あのそれに対するアダプテーションをかけてくるので思った通りのまあ、結果が出ないということがよくあります。で今最大の問題はやはり偏差値というものがあのまあ、共通テストの存在のおかげで、えー、まあ、しっかりあのデータとして取れるということであのまあ、そのことでまあ、偏差値でこのクラスの子はここに入りましょうみたいなまあ、指導が非常によく行われてしまっている。 でまあ、偏差値で大学とか学部を選ぶので入ってから、えー、こんなはずではなかった自分はこんなことを勉強するつもりも職業に就く,くつもりもないっていう、まあ、そういうあの不幸なミスマッチが起きているという現実があります。それからあのやはり入学,生入学者の多様性の喪失喪、えー、失ということも非常に目立っております。特、まあ、特定の高校あるいは特定ののの高高校校あるるいいはタイプからたくくさん取ってくるという 形あるいは留学生も今全然増えていませんし、えーまあ、増えているとしても特定のだえっ、ー、と国からたくさんやってくるということでまあ、多様性も喪失されがちということでまあ、それは教育の組織としてあるいは教育の在り方をやはり歪める傾向にありまして、まあ、大学のような教育機関というのはいろんな人がいて、うん 百花聡明になることがとっても意味があることなんですけれども、まあそれが徐々にやはりあの失われてきているという状況にあります。まあ,あの偏差値、えー、と、まあ、これもよくお見せする図ですけれども、えー、横に、えー、と合格の順位を。 1>, 1位から定位まで並べて、まあ、縦軸にそれぞれの人が何点取ったかっていうのをプロットしますとあの最近は本当にこういうカーブがあの見事に欠けます、えー、もうこの合格ラインスレスレを狙った人がどっと入ってきているとであ,のあまりこれを自分の力余ってる人は来ないという感じで、まあ、ギリギリの人がたくさん入ってくるという、まあ、そういうあの状況にあります。 えーまあ、弊害はもう言うまでもないですけれどもあの例えば理,理系でもあまり物理とか数学好きじゃないのに入ってきてるそれから学、学科の内容に対して関心がない、えー、人が入ってくるで、まあ、結果としていろいろ落ちこぼれて、まあ、一番困るのはやはりメンタルなトラブルにあの見舞われる、まあ、これも,もう日常いっぱい起きている。 あのことですそれからま多様性先ほども言いましたようにまあ喪失しているということになります。で、まあ、京都大学としてはアドミッションポリシー、えー、まあ自由の学富対話根幹として自学自習という理念がありますのでやはりあの意欲と主体性を持って勉強できる人というのをなんとか取りたいあるいはそういう人が呼び込みたいというあの思いを持っているわけです。 えー、それで、えーっとまあ、そうは言うもののなかなか入試一般入試をやっていても先ほどのようにまあ偏差値スライスというのが進んでしまうので、えー、なんとかそれを改善状況を改善したいということで特色入試というものを始めています、えー、大事なのはやはり、えー、っと各学部学科ごとにあの入試の方法を考える 自分のところの内容に合わせた人物を取るという観点から、まあ、直接的な選抜を行うというところがポイントですそれからまあ高校での学習成果というようなことも問うそれからあのやはり学部学科とマッチングを重視する、まあ、そういった新しい考え方で募集人員は決して多くありませんがあの、まあ、こういう、えっと、特色のある入試をしようということで。 平成28年度からの解消いたしました「意、え、欲、ー、変えます」ということで総長、まあ、にあのポスターに出ていただきまして、えー、スタートしたわけです、まあ、この「意欲」という言葉が非常に高校生に響いたようで,で 1, 年1年目に入ってきたあの学生がこの,この言葉は気に入って受けたっていうあの人が何人もいたということで案外あの。 言ってみるもんだなといいう,うに思います、まあ、彼らは学力変えますというのはあの言われてると思いますけどよく変えますと言われたことがない、まあ、そういう意味ではちょっと目を引いたのかなというふうに思います。まあ、我々特色入試は学びのショーケース京都大学における学びのショーケースだというふうなアピールをしています。えー、特色入試 だけが入り口ではありませんが、まあ一応表に一番目立つ形であの窓を作っている。もちろん他の入り口から入ってもらっても構いませんというあの考え方です。一般入試の志願者出願者へもまあ波及効果を及ぼしたいというふうにあの思っています。 えっと結果としましてはあの多様化出身高校あるいはあの女子の比率地域といったようなところを考えても多様化に貢献しているというふうに思っています。また高校での SSH 等の短距活動を一生懸命やっている高校あるいはそういう高校生が受けてくれたという。 あの結果が出ています。まあ、そういう意味で巨大薬としてはこの特色入試をしっかりやり続けていくことがあの必要かというふうに思っています。これ2年目のポスターです。えー、まいろいろ改善をしましてえやっておりますが、基本的には同じ考え方であの特色入試を続けているということです。えー、ま特色入試の試験問題の例ですけれども、各学部ごとに非常に変わったあの普通の入試ではなかなかできないような。 あの入試の取り組みをしているということになりますでこれは FD としても非常に意味がありまして、えー、それぞれの専門分野から見て高校生とどう,どう対話をするか知的に対話をするかということがこの特色入試の課題、えー、と問題に反映されるということですので、まあ、非常に重要な FD 活動の一環かなというふうに思っています。えー とまあ、これもデータですのでまたどっかで見ていただいたらいいと思いますけど男女比ですけれども特,特に29年の、えーえー、合格者60%が女子であったということで非常に女子学生一般入試に比べて非常に女子に人気のあるあの入試になっています。 地域もそうですけれどもあの関東からこの、えー、と一般入試のレベルに比べると関東から多くの学生が受けてくれていると、まあ、あの東京から来る学生と割と兄弟ファンというのが多いんですけどまさに兄弟ファンがあの特色入試を受けてくれているということになります。 3年目になりますけども30年度またポスターを作りまして、まあ、今年も4日いますという2匹目の土壌を狙ってポスターを作ったということですただあの入試というのは先ほど言いましたようにやはり限界がありましてどんないい入試のシステムを作ってもそもそもその受けてくれた人の中からしか選べないっていう大きい制約があります。 えー、受けてくれた人の中からいいと思う。人を取るしかなくて、そこにいなければもうどうしようもないわけです。けれども、えー、まあ、そういったことで、その適正あるいは志のある人に受けてもらう。京都大学。あれ、その学部学科を受けてもらうという。あのまあ、ある種の営業努力をしないといけないということがあります。で、そういったことで、まあ、広大連携活動というのは、そういうあの営業活動として非常に重要なあの意味を持っています。まあ、京都大学もあの、えー 特に教員の個人的なボランティア活動としてこの恒大連携活動を進めているわけですけれども全学としても組織としてこういう恒大連携活動をしようということで教育委員会との連携それから主体的にいろんなプログラムを高校生向けのプログラムを提供するというようなことをやっています。これはいいかな ちょっと話は今度変わりますけれども、今度は博士課程、大学院のお話を少ししたいというふうに思います。私はあの入試等でまああのいろんな高校生、全国の高校生あるいは高校の先生にあの講演する機会が多いんですけれども、あの必ずこの 大学院のお話をすすることにしています高校生にとって大学院というのはまだ先の話のように思うかもしれませんけど、まあ、4年経てばもうその大学院に入るわけですからで特にまあ京都大学院に入ってくるようなセットさんであれば是非大学院のことを考えてください。 いうことをアピールしていますでまあ一方あの課題としてはあの我々その大学院の進学率ということでまぁ苦労しておりましてこれ日本全体ですけれどもあの 修士号の取得者数それから博士号の取得者数が、まあ、あのいろんな国と比較してそれほどあの全然高くないむしろ少ないという状況にあります。ですからあのあれは年,年次の進行でも、まあ、ほ,ほぼ横ばいあれ少し減少するようなあの傾向にあります。それから あの企業の研究者に占める博士号の割合というのもこう日本は非常に劣っておりましてえそもそも社会が博士号を持った人をちゃんと行かせていない使えていないまあそういうあの問題点がありますでそのことはあのネガティブフィードバックになって社会の要請がないからえ博士号を取ろうというあの若者の意欲というものも起きないということになっています。 えー、で特に、まあ、京都大学もご多分に漏れず博士進学率が下がってきていてそれを、まあ、いつもどうしようどうしようってあの頭をひねっているわけです。で、まあ、原因は複合的でしてあのいろんな問題が絡んでいて一つを触ってなんとかなるというものではなくて総合的なあの対応をしないと何ともならないということです。こ、まあ、ここにいいろいろろ列挙しましまたたけれど、まあ、こういった要因が ございまで、あ、特に優秀な学生は博士進学、まあ、文系ですとまあ修士の進学も避ける傾向にあって、まあ、あの負のスパイラル進学率上がらないというあの傾向にあります。それでまあ対応策先ほど言いましたようにまあ経済的援助それからあのやはりキャリアパスをしっかり確保して博士に行ったけども就職先ないよというような状況を なんとかのいいいいでキャリアパスを確保していく必要がありますそれからあのやはり大学院というと特に博士になると、まあ、専門性は OK でしょうだけど専門以外のことはできないんじゃないですかということをまあ問われるわけですけれども、まあ、そこは是非この汎用性という考え方トランスファラブルスキルとかいう言葉で言われますけれども一芸 がちゃんとできる人は他のところに行ってもまあそれはちゃんとできますっていうまあそういう,こう転用性みたいなのをやはりきっちりアピールしないといけないということになります。 でまあ、そ,れそのために割と有効なのがあのインターンシップでして企業に2か月とか3か月、えー、滞在しまして、まあ、そこの人と、まあ、分野の違う人あるいは全然こうバックグラウンドの違う人とあの共同作業をするコミュニケーションをする、まあ、そういう機会を与える、まあ、それが中長期インターンシップというものですけれども、まあ、こういったことをきっかけにこの汎用性ということに本人も気づいてほしい。それから 会社の人にもそういうことを分かって博士人材というのは結構いいんだっていうことを伝える、まあ、そういう役割をするということになります。それからあの現在進行中のリーディング大学院もまさにあのいろんなカリキュラム上プログラム上の工夫を凝らすことで。 汎用化汎用性ということを専門性に加えて汎用性ということを考えているプログラムだということが言えます。それからスーパーグローバル大学院の方はこれは国際化ということで海外の大学といろんな共同作業をすることで国際性を身につけるそういったことでこういったプログラムを通じて 博士課程をを充実させるるといいううような取り組みをしているわ例えばこれリーディング大学院の一例ですけれども、まあ、あの単に学位論文をのための研究だけをするのではなくてさまざまなプログラムを組み合わせることで、まあ、汎用性を獲得してもらおうということです。それから インターンシップにつきましてもこれはっという協議会が現在作られておりまして複数の大学それから複数の企業が共同してここの博士課程の学生を企業に送り出す、まあ、そういった新しい事業にも積極的に取り組んでおりまして京都大学もメンバーとして加わっているということです。 教大としてはあの先ほどからフィードバックというあるループという話をしていますけれども、えー、やはり、えー、いい学生志のある若者をあるいは京都大学の教育の内容にマッチした。 あの若者を是非獲得をして、まあ、これは留学生も含めてですけれどもあのいろんなところからそういう学生を集めて、まあ、その結果としてまあ教育をあのそこで展開します、えー、まあ教育というのはご,ご承知の一方的なものではなくて、えー、教,える方教えると思っている方と教えられると思っている方のまあ相互作用 とっても大事なわけですから、まあ、そのことによってま高度な教育を実現して、まあ、それを見てまたさらにあの世界から良い学生が集まると、まあ、そういうものを実現するというのが大切なことかなというふうに思います。まあ、少しもう少し小さく今の博士課程のことでもまさにそういうことで、えいろんな施策を補足すことによって、ま良いフィードバックをあの実現したいと。 いうことで、あのシステムをまあ考えているということです。まあこれはちょっとまとめ的になります。えー、まああの教育大学で教育をしてて、まあいろいろ悩むことを,、えー、を少しあの簡単に書かせていただきました。まあこの FD もあの教育改善 というとう非常に事業のやり方みたいなところもあって、まあ、それはそれはとっても大事でそこにいる人たちにどうやってこのいろんなことを分かっていただくかあるいは良いディスカッションをするかというあの教育の改善もいいんですけれども先ほどから言っているように誰にこの場所に来てもらうかあるいはこの場所のい人をどこに送り出すんだっていう、まあ、そのシステムということもやはり あの考えていいいく必要があるとううふうに思います、まあ、若手の先生はどちらかというとまあ当面自分の事業自分の実験実習というところにあの興味があると思いますけれどもぜひこういった教育システムにもあの関心を持っていただきたいというふうに思います。 それからあのエフォート的に言うと、まあ、研究か教育かというまたこう二の背反的なあの課題がありますだけどま是、あ、非、まあ、京都大学の教員としてこの両,両方を2頭を追って、えー、2頭ともつた捕まえていただくということを是非お願いをしたいと思います。あの競争関係 あのこちらをやることでこちらが高まるあるいは逆ということも当然ありますので、まあ、そういったところを目指していただきたいというふうに思いますそれからまあ大学院と学部共通教育もこれもなかなかこの特に共通教育に対してあのエフォートをされていただくというところにあの困難を感じているわけですけれども是非、まあ、こういったあの1年生2年生の教育にもあの関心あるいはあのお手伝いをお願いしたいというふうに思っています。 それからまあ教育方針ですけれどもまあ京都大学はあのほっとけば育つっていうあの伝統でやってきておりますけれどもやはりデザインするとかデザインしないといけないと思いますのでまあこういった両立をあのこの FD 活動まさにこういうことだと思うんですけれどもあのこういうことをちゃんと法人自学実習を尊重しつつ適切な設計をしていくということが大事かなというふうに思います。それからまあ 最後に言いましたあの専門性と汎用性、えー、狭い、深く掘り下げるということとほ、まあ、他の分野を見渡せる、まあ、そういうのを両立させるような教育をしていく必要があるんではないかなというふうに思います。え少し駆け足になりましたけどあの冒頭のごのご挨拶に変えてです、ね、あの紹介させていただきました。どううもありがとうございました。